殺戮の天使、エピソード3。ウエストも、僕でーす。もはや名前を名乗りません。今回はこちら前回、先週からの続きでエピソード3やっていきます。これ全部でエピソード4まであって、その後エピソードエディッツってなんか、つい最近新しく出た追加ストーリーみたいなのがあるんだけど、そっちが有料版だから、それは、まあ、買ってやります。だから今回はね、多分今回も4パートくらいに分かれるんじゃねえかなと思ってるんだけど、エピソード3やってきまーす。さあ、前振りが長くなったね。悪いみんな。みんな悪いな。前振りと話が長いで有名なんだ。うちの実況は。有名じゃねえ、無名なんだ。殺戮の天使。そう、いつもの通りエレベーター開閉よ。今回は B の2だよな。地下2階。前回うざったらしい女、キャシー&キャシー&キャシーをね、ぶっ殺して終わったんだけど、ぶっ殺して、おぉ。いやー。そうだ。ザックくんが腹渡、腹渡をえぐっちゃって、自分でね。自分で腹渡をえぐっちゃって、で、そのケツでぶっ倒れたんだった。大丈夫なの？大丈夫な、大丈夫なわけがね、うえー、なんか出なかった、なんか出なかった？あ、そういうことね。うん。解放できるもんなの？ザック、地下2階に着いたよ。ザック、よかった。着いたのか？うん、でも。おい、じゃあ行くぞ。タフだね。タフだね。ダメだよ、まだ。血も止まってない。血？だから、こんなもんどうってことねえよ。ダメ。傷だって閉じてない。開いたら危ないよ。だから、大丈夫だって、言ってんだろうが。ダメ。あ、レイ、お前、何、変な、顔してんだ。あれ、ザック？死んだんじゃないの？出た。俺の中のコック化石が。僕のコック化石。ザック！すごい速さ。その逃げるスピードもそのスピードでやってほしいんだけど。ザック。大丈夫。意識がないだけ。まだ、ザックは生きてる。お、なんだ？考えるか？でも、これ以上、ザックを運ぶのは無理だし。あれかなんか、鳥さんに羽を移植してあげた時みたいに、怪我を埋めてあげた時みたいに、また裁縫セットでちょっと傷口を、チュチュってね、チュチュッと。起こして歩かせるわけにもいかない。そんな、苦行じゃねえんだから。それに違う。縫うだけじゃダメ。縫うだけじゃダメ。止血して、消毒もしないと。その類いのものを持ってこなきゃいけないわけが。予約品。このフロアに薬か何かがないか探してみよう。そんな都合よくあるもんかね。ザック、少し待ってて。必ず役に立つから。だから、それまでどうか。返事がない。ただの屍の、早く探しに行かなくちゃ。さあ、自由行動時間だ！みんな、遠足とかで一番楽しい自由行動時間だぞ！陰キャにとっては地獄でしかないが、陽キャにとっては一番楽しい時間だな。なあ、陰キャの皆さん、あなたは自由行動時間どのような楽しい日々を過ごしてきましたか？あ、楽しいって皮肉になっちゃうのか？はっはっは、じゃあやります。ん？オルガンの音がなんでこんな神聖的なの？いや、神聖的ってなんかおかしいな。何これ？うえいっす！明かりがついた。すごい明かりのつき方だったな。なんか変な効果音になってたぞ。うえいっすっていう。なんだかここ、変な感じがするな。変な感じ？わあ！なに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 、え？なんか変な煙吸わされなかった？うわ、サインの薬だ！絶対感度100倍とかになった。エロマン、
倒れたろうそくから煙が、この煙、なんだか、エッチな気分になっちゃう。ああ来ました来ました、殺戮の天使でもついにそういう展開が、ザックの一。今の、なんだろう。一瞬頭がぼーっとした。もう寄せに来てんじゃん。私のボケに寄せに来てんじゃん。殺戮の天使。やったら、お前やったら、そんなことより、早くザックの薬を見つけなくちゃ。でもね、薬取りに行く前にちょっとね、理性をね、理性が限界を迎えてね、ザックくんのね、よし、やるかー。くだらねえことばっか言ってんな、この実況。で、これはなんだ？調べてんだ、止まれ、よし。神が望むのは、汚れもなく、偽りもないもの。己に問え、己が何者か。望まれるべき生贄か、それとも天使か。はたまたそれ以外の、神の救いを求めるものならば、すべてを晒し、懺悔せよ。懺悔？何ちょっと分かった調で言ってんだよ、お前。知ったかすんな、お前。少なくとも僕は分かんなかったぞ。何言ってんの、あいつって思ったもん。ん？なんだあれ。もしかして、目の前にあるのは、懺悔室？懺悔か。僕、ゲーム実況始めてからの3年間、特に懺悔することねえよな。ないな。ないね。悪口も言ってないし、下ネタも言ってない。めちゃめちゃ綺麗な実況してきてるよね、私。じゃあ、ここは、教会？救い？扉があるが、閉められている。中央に、何時の名は？え？全然前世もしかして、君の名は？うわ、始まるよ、ラッドウィンプス。流れてくるぞ。著作権的に引っかかるから、あえて流さないけど流れてくるぞ。やっと、目を。ここは、私の名前でいいのかな？レイチェル・ガードナー。ん？開いた！え？音声認証システム。意外とハイテクなんだな。開いた。そうか。懺悔室だものね。え、僕なんか悪いことしたかな？ちょっと待て。一応出れるかどうかだけ確認しよう。出れるー。普通、俺が鳴ったままじゃねえか。ここまで聞こえてくるのか。だとしたら防音設備ガバガバだな。オルガンの音結構聞こえるんだな。でもなんか他に調べられるもんないし、まあ、ヨタ話してもしょうがねえ。行くか。懺悔室な。僕なんか悪いことしたっけ？薬、あるといいな、懺悔室に。ねえよ、んなもん。行こう。あ？なんだろう。うわっ！エッチな色だ。エッチな色。うわ。今回のパートすごいぞ。ゲーム側から下ネタを仕掛けてきてる。甘い匂いが強くなってるような。うわうわうわ。感度どんどん上がってくもんね、これで。気のせいかな。あ、手口がない。飛ばされた。え、ワープズも、ええー、その、薬を探して、戻らないといけないのに。大丈夫？手口も探さなきゃ。うわー、なんか二股に分かれてない？こっち。こっちか、こっちはドン付きで、ここに扉があって。で、こっちも同じ構造なのか？ドン付き扉か。で、これは何よ？椅子の上に、小さな瓶が転がっている薬か？小さな瓶を手に入れた。ただの瓶？中は、何も入ってないな。ただの瓶か。これが、インク瓶かな？ん？なんか書いてある。壁に、文字が。ウルトラサイン！ウルトラの父からの伝言だ！罪を吐き出せ。何も出ねえ。遺産しか出ねえ。そして、証を見つめ、己は何を思う？汚れを死ぬための扉は開かれた。何言ってんだ、あいつ。鍵が開いたような音がした。この瓶に罪を吐き出すって、どういうことなんだろう。じゃあ行くか。こっち？おーい、入れた。あ、今度は普通に戻れるぞ。行くか。なにこれ。なんか書いてあるんだけど。壁に、文字が浮き出ている。罪を吐き出せ。
それが、わからぬのならば、引き裂いて、引きずり出せばよい。まあ、とりあえずなんか言葉で入れればいいのかな。罪。ちょっと待って。なんもできねえんだけど、他なんか調べられるもんないのかな。じゃあ、出まーす。さよなら。え、いいの？これで。これでよかったの？あ、こっちも空いてる、入れる。うえーす。うわ。SM プレイ会場みたいになってたな。鏡？み？ここは鏡しかない。節穴か、お前。ろうそくもあるだろうが。うわ、またら、鏡に直じゃない。いや、ちゃんと鏡に書かない。うわ、育ちいいな。己の姿をしかと見よう。生贄か、迷えるものか、それとも、悪魔か。ただ、神が望むは、さっきから神うるせえな。偽りのない姿である。なんだっていいんだ。とりあえず、僕の嘘をなくせばいいんだね。嘘か。どういうこと？なんで壁に文字が YouTuber とか実況者なんて嘘だらけだからな。それに、己の姿を見よって、この鏡のこと？で、あれでしょ？あの、イケボとか絶対顔イケメンだって思ってもね、どうせブスだから、どうせ現実で見たらしょうもない顔してるから鏡には、私が映ってる。私が、映ってる。なんで2回言ったの？ただ、それだけ。あ、何？君は無知なるものか？それとも、己を偽ってるのか？え、これ何？なんか、え、なんか曲折的な表現で、馬鹿にされてる？もしかして。お前馬鹿なんて言われてる？もしかして。ここは懺悔の間である。こっから出たければ、己の破片を手にし、己を捨て！え？割れた！なんかあれか、超音波を流すとその共振で割れるってやつか。なんかグラスでやるやつ。鏡の破片には、人型が映っている。さっきの私が、そのまま鏡に残ってる。じゃ、鏡じゃねえじゃん。変な鏡。そういうことじゃねえだろ。でも、この鏡持っておこう。己の破片って、多分、この割れた鏡のことだ。鏡の破片を手に入れた。手怪我するぞ。あれだよ。先生に手怪我するから離れなさいって言われるやつだよ。自分が割っちゃったから、自分が片付けたいんだけど、手怪我するから離れなさいって言われるやつだよ。え、だってこっちは？文字書いてあるだけ？いや、同じこと書いてあるだけだもんな。あ、特定の場所。これか。ここで使うのか。行け、小さな瓶。お前じゃねえのかよ。行け、鏡の破片。え？なんか引きずり込まれた？なんでセーブさせられるの僕。どうしてん？ね、どうしてん？どうしてセーブさせられるの私。え、いい？セーブするよ。はーい。ここ、何？すげえなんか眠くなってくる音楽流れてんな。また、出口がない。マジックショー始まりそう。何か書いてる。何？己の罪はその目に見えているか？もし、黒く塗りつぶされているというのであれば、それは己がしたことだ。罪を消してしまったのか？それとも、罪を気づいていないのか？己が見失った罪ならば、再びそれを完成させ、そこから流れ出た罪を受け止めろ。どういうこと？罪を再び完成させて、受け止める。持ってる瓶に入れればいいってこと？なんか背景動いてますよ？皆さん、あ、これもしかして床ごと移動してるのか？床ごと、あ、新幹線スタイルね、なるほど。夕暮れの中、急いで道を走る少年が描かれている。何それ？一匹の蛇の絵が描かれている。何それ？老中を構えた男の絵が描かれている。何それ？これは？額縁の中は真っ黒で、絵が入っていない。何もない黒い絵。ここへ何かを完成させればいいの？え？
引き裂かないことには話が進まないのかな。ちょっと一回試してみていい？鏡の破片とか？この鏡の破片、どこを向けても私の顔が映る。怖っ。じゃあこれは小さな瓶。なんもなーい。ね、小さな瓶本当に無能すぎない？え、じゃあなんだ？もう、これは、これを引き裂いてそのパーツで、あれすればいいのか、切り絵すればいいのか、なんかあったよな、昔僕小学校で、いや、小学校の図画工作の授業でやったんだけど、なんか色のついた画用紙とかを貼って絵を完成させるってやつ。あれか、あれをすればいいのか。え、でもこれなんだ？絵に意味があって失敗したら死とか、言った！破れた絵の隙間から、子羊が描かれた紙が一枚出てきた。羊？子羊の絵を手に入れた。そっちかよ！破片じゃないの。何？切り裂いた隙間から、牢状の隙が覗いている。あ、避けないと。わあ！危なかった。穴状だ。瓶が割れてしまう。そこ？いや、自分の命を顧みろよ。え？セーブできるし。破れた絵の隙間から、メスの羊が描かれた紙が一枚出てきた。メスの羊。ってことは、オスメス子供ってことか。メスの羊の絵を手に入れた。なるほど。何？切り裂かれた隙間から、蛇が生え出てきた。蛇は大きすぎて、この瓶には入らない。それに、噛まれないように気をつけないと。え、大丈夫なん？夕暮れの中、急いで道を走る少年が描かれている。少年！少年死んだな！描かれた少年は悲鳴を上げながら切り裂かれた穴に落ちていった。うわぁ！なんか悪いことしたな。一人の少年の将来を潰してしまった。うわぁ！ちょっと罪悪感、いやねえわ。うん。所詮ゲームだもんな。な、うん。悲鳴は瓶には入らない。破れた絵の隙間からオスの羊が描かれた紙が一枚出てきた。オスの羊の絵を手に入れた。え、ああ、終わりか。え、じゃあなんだ、この絵をぶっ込めばいいってことか？よ。ヘビー？ヘビー。ああ！いやー、無感情でゲームしてたわ。で、なんだ、これになんかこの絵を使えばいいのか？え、でも使えるわけでもねえんだよな。小さな瓶。何もない黒い絵。ここへ何かを完成させればいいの？お、え？オスの羊の絵を入れると、額縁の中に消えていってしまった。何も起こらない。完成するには、まだ足りないのかな？あ、じゃあなんだ？メス！死ゆ入れて、で、最後、クソガキ！子羊の絵を入れると、額縁の中に消えていってしまった。これでどうよ？ん？何？あ、うえ、なんか出てきた。額縁の中に羊の家族の絵が浮き出てきた。微笑ましい。いや、微笑ましい。あ、そんなゲームだったんだ。絵は完成したけど、何も起こらない。引き裂く？己が見失った罪ならば、再びそれを完成させ、そこから流れ出た罪を受け止めろ。つまり、この絵を傷つければいいの。どうしてそうだった？じゃあ、やるか。ごめんな。ん？絵から赤い液体が溢れ出てきた。この液体なら瓶に入りそう。え、ちょっと待って、ヘビさんここまで来てる。ヘビさんここまで来てる。大丈夫かな？何？ん？引きす、困る。帰ってきたよ！おかえり！ただいま皆さん、こんにちは、僕です！今のは、何だったの？この瓶には液体を入れたけど、これで、どうなるんだろう。わからないし、薬にもならない。ここは、何もないな。少し戻って、他を見てみよう。え、他っつったってさ、もう別になんか、え、調べ、椅子消えてる。道できてるし。奥に進めってことなんですか、皆さん。じゃあ進みますよ、私は。もうどんどん進むからね。サクサク実況で行くよ。サクサクパンダで行くよ。扉だ。さっきまで、ここにそんなものなかったはず。いい？でもいい。これで、やっと出られる。行こう。出られるんじゃなくて奥に進んでってるんだよ。なあ、ここどこ？暗いな。薬を探すのも、進むのも大変そう。それに、
ここにも甘い匂いがする。うわー、またさっきの、催眠の薬が。ん？なんだろう、この匂い。うわー、またエッチな色になった。甘いけれど、生臭い。やってるやってるやってる、もう事故じゃん事故じゃん。うわ、完全に寄せてきたな。また、頭がぼーっと。扉がない。どうして、早くしなきゃいけないのに。ん？とにかくまた、出口を探さないと、ザックが危ない。あ、なんかちょっとゲーム重くない？え、どういうこと？ちょっとゲーム重いんだけど。私の足跡が、真っ赤？これは、私の血じゃない羊か？でも、じゃあ誰の？誰のだっていい。ええー、いいの？立ち止まってる場合じゃない。ザックの手当てをしないといけないんだから。あー、ずっとついてくる。で、ゲームがな、めっちゃ重いの。いや、この類のゲームって私のパソコンなら全然動かせるはずなんだけど。いや、なんでこんな重いの？これも何？なんかゲームの演出？じゃないよな。なんかマップが異常に広いからか。マップが異常に広いから。あ、なるほど。マップが異常に広いから。なんか。私のじゃない足。違う、ループしてるんだ、これ。え？あ、そうだ、ループだ、これ。ループしてる。ちょっと、右の端、あ、これあれだ、4次元の空間だ。4次元の空間、皆さんわかりますか？あの、3次元はあれじゃないですか。3次元は、あれじゃないですか。4次元になると、空間がループするらしいんですね。はーい。あ、なんか扉あったぞ。ゲートがある。地獄門デスゲートがある。あった、扉だ。この奥から、音楽が流れている。入るよ。もう重くて耐えられん。いい加減、軽くなってくれよ。もっと甘い匂いがする。あ、軽くなった、軽くなった。よしよし。匂いのせいか、ぼんやりする。やっぱり少し酔ったのかな。このオルガンの音、どっから鳴ってるんだろう。めっちゃ軽いな。こう考えるとゲームってすげえ軽いな、このゲーム。なにこれ。お前の懺悔とはなんだ？知らねえよ。救われたいと、懺悔する汝の心は誠か。罪を罪だと、神に捧げることができるか。だが、それ以前に、お前には罪の心が見えぬ。救いを求めるのであれば、罪とは何かをこの場で示せ。そう、倫理の授業じゃあるまいし、急になんかすごいこと言い始めるじゃん。いや、知らねえよ。この場で、罪を示せ。さっきから訳がわからない。でも、そうすれば救われるの。こっから出られるのかな。え？オルガンのキーが勝手に動き、音楽を奏でている。オルガンには、天使の絵が飾られている。まあ、教会とかに普通にありそうなオルガンだけど、ちっせえな。私には、赤い液体が入ったインクがある。この絵を描くことは、きっと悪いことだから、この液体を使えば、罪を示したことになるのかな。汚す？汚しちゃう？天使の純潔を。いけし、止まったし。あ、でもキーボードは動いてんな。じゃあ、なんだ？どういう状況だ、これ。うわぁ、流れ出した、急に。うるさい。耳が、頭が、なんだかすごく痛い。え？嘘でしょ？結構綺麗な音色じゃない？な、君には厳しかった？あれか、あの、聴力、あの、ウルトラマン並みに聴力あるのか、ん、なんだ？どこに来た？あ、でも、教会だな、まさしく教会だな。あ、ここ現実世界に戻ってきたって感じがするぞ。教会。ん？なんか仕掛けが、時計仕掛けの摩天楼動きました。何？オルガンがまた。あ、どなたさ、後ろに手を組んでる、失礼な奴だな。っていうか、客に背中を見せるなよ、お前。こっち向け、一回顔出せ、この野郎。
お、ちょっとチラッと見て。顔白、ドラキュラ伯爵。君は、誰だ、こっちのセリフだ、てめえ、この野郎。あ。なぜ黙る？え？おい、ちょっと待てよ、お前。幼女に詰め寄るおっさんって、お前。無言たらし、やめろよ、そい。いや、ちょっとなんかさ、今日の殺戮の天使、絞れた多くない？私はこの教会の、神父だ。グレーという。グレー？エイリアン。グライ。え、あ、フルネームねえ、こいつ。こいつフルネームの表示がねえ。神父様。さあ、今度は君が答えなさい。私は、レイチェル・ガードナー。神父様は、このフロアの住人なの？いかにも。君からすれば、ここの住人だろう。何この雰囲気。え、ああ、倒しちゃった。そう、怖がらなくてもよい。怒らない。神のような慈悲。まさしく神父。私は君がどのようなものか、まだ判断しておらん。君がどういった人間かわからないんだから、裁きを下すような真似はせんよ。そうですか。私は別に。では、君はここで何をしている？血を止めるものを探してる。うん。止血剤かね。あるの？それは、ザックが必要としているのだな。すべてお見通し、まるっとスリットお見通しってわけか。トリックだな。あ、そうだけど、知ってるの？当然だ。私は彼らのことを誰よりも知っていたのだから。あ。だが、あいにくここには治療に使えるようなものはない。ん？置いてあるのは、B5、ダニーのフロアくらいだろう。え、戻るんですか？で、戻れるんですか？そんな、じゃ、どうやって下に戻れば、下に戻りたいのかね？ええ。ならば、難しいことはない。私と共になら、戻ることができる。ええ、神父同伴のもと、ええやだ、僕一人が好きなんです。何でもかんでも僕今まで一人でやってきたんです。一人が好きなんです。あなたと一緒になら。ああ、そうだ。私はその方法を知っている。その言葉は信用できるの？私は、偽りは告げん。ただし、行くのであれば、君に少しばかりの試練を受けてもらわなければならない。なんだろう。試練？難しいことではない。私が君を何者か知りたいだけなんでな。ほう。今すぐ答えを求めません。自らの心で選ぶがいい。私はしばしここにいる。ん？戻る方法はあの人しか知らない。ああ。一度、ザッコのところへ戻ろう。ええー、何この感じ。誰だよ、このおっさん。なんか、急に私に詰め寄りがって気持ち悪いおっさんだな。君の全然前世だな、僕は。君は。君の全然前世だな、僕は。君は。